はい。それでは始めていきたいと思います。現在時刻はですね、2019年10月31日、18時32分になります。本日もですね、ユーロドルのチャート分析と、えー、関連ニュースの読み上げを行いたいと思います。<laughs> えーとですね、本日なんですけども、昨日私が えー、予測していたですね、えー、ユーロドルは値上がりする、上昇するというのが当たってしまいました、えー、私は、まあ、今現在表示しているポジションからも分かりますように、えー、っとですね、売りポジションで、えー、私は基本的に入っておりますので、えー、基本的には下がってほしいです。 ただし、ですねここ数日の値、えー、動きなどを見ていると、えー、ニュースとしてもテクニカルとしても、えー、ユーロドルはここ数日は上昇のトレンドの基調、えー、にあります。さあ、えー、これがどうしてなのかというところに関してお話ししていきたいと思います、えー、まずは昨日のですね経済指標カレンダーヤフーファイナンスより引用しております。 経済指標カレンダー、アメリカのものだけを、えー、引っ張り出しました。えー、まずは20時、えー、MBA ・住宅ローン申請指数、えー、これ予想は特になされてなかったので、結果0.6%、えー、前回の修正、えー、とされた値がマイナス11.9%なので、かなりの好調です。えー、そして21時15分、10月の ADP の雇用統計、前月比は予想12万人に対して12.5万人。 好調です、えー、次、えー、21時30分、えー、四半期実質国内総生産です。これは予想1.6%に対し1.9%、これも非常に素晴らしい。えー、でその下の、えー、っとですね、前期比は、えー、予想2.6%に対し、結果2.9%、これもいいですね。 そして次、えー、7から21同じく21時30分、えー、7月から9月期、四半期コア PCE 速報値、これ、2.1%の予想値に対して 2. 2、2.2%の結果になりました。えー、そして、ですね27時、米連邦公開市場委員会 FOMC 終,終了後、えー、政策金利発表、こちられですね、ここは、えー、予想通りの利下げになりました。 えー、以上のですねいくつかのニュースによりまして、えー、ドルにとっては非常にいい、えー、アメリカ経済が非常に好調であることを示しているのが分かります。えー、そして、ですね経済が好調であるということは、おそらく為替、じゃなくてな失礼しました、株とかですね、株などの方にお金が流れると考えられます。えー、というような形で、ですね昨日のニュース ファンダメンタルによって、えー、大きく、えー、ユーロドルというのは上昇しましたまあえっ、ー、とここにえっ、ー、とですね1個ひげが出ているんですがおそらくこれは雇用統計のタイミングなのかなと思いますえっ、ー、と私はちょっと今日足より短い時間使を,を基本的に見ていないのでまあおそらくその時にそういうニュースがあったのかなぐらいに捉えていません <laughs> さてはいというわけでしてね昨日の えーっと、経済指標は非常にアメリカにとって良いものでした。えー、本日もですね、えー、っと、いくつかの指標がありますので、えー、これからどうなるのかというのは、ちゃんと注目、えー、すべきだと思います。えー、っと、本日の経済指標に関して読み上げますね。20時30分がチャレンジャー人員削減数は、これはいらないですね。21時30分、7月から4月期、四半期雇用コスト指数。 えー、これがどうなるのか重要度3になりますね次、えー、9月の個人消費支出これも、えー、重要ですね個人消費支出というのは、えー、経済の、えー、っとが好調であるかとか不調であるとかそういうのをして指し示す、えー、いい指標になると言われておりますので、えー、これは注目すべきだと思います、えー、こういうふうにですねちょっとザザッと調べた時にいくつか重要な と私が思っている指標が出てきましたので、えー、こういう18時30現在7分ですね、という早い時間ではありますが、えー、紹介をさせていただきました。はい、というような形でですね、えー、ユーロドルが値上がりをしてしまいました。うん、私としては望ましくはないですけれども。 上がってしまったものはしょうがないと、えー、割り切っていきたいと思います <laughs> そしてですね、えー、現在の私の含み益というのは、えー、スワップ金利なしでマイナス6万円近くになっています、えー、金利ありだとプラス8万4千円まあ大体金利で14万円ぐらいある計算になりますね、えー、というところでのポジションを持っているんですがいやちょっと これからどうなるのかもしかしたら、えー、今抱えているポジション、えー、含み損とかあるいは、えー、ロスカットストップロスをかけるべきなのかというのも、ね、少し考慮に入れるべきかもしれません、はい、ではですねこの後、えー、ファンダメンタルの指標とは別にテクニカルとしてさらに <laughs>、えー、値がどう変化していくのかという、えー、推移予想をしたいと思います 残りどこにあるのかというのをですね出していきましょうか。先日は、こうかな。えっとですね、今、上側のですねえトレンドラインの引き方、平行チャンネルの引き方、引く場所を変えてみました。 えっと、通常、えっと、昨日というか、昨日まで引いていたのはこういうとことか、えー、こういうとことか、割と頻発している山に合わせました。えー、なんですけれども、今ずらした場所はですね、えー、っと2018年の9月の24日や、えー、2019年の6月25日のように三層、えー、で、えー、大きく ユーロドルが値上がりしたタイミングですね、その出っ張ったところを通るように、えー、改めてちょっと平行線をずらしてみました。これによるとですね、次にそこまで伸びたと仮定をしますと、およそ1.125まで上昇するということが考えられます。まあ、そこまで上昇した場合ですと、今の私の場合だと、まあ、えー、と、 大体100ピップスぐらいかまあ含み損で言うならばまあプラさらに100万ぐらいになるのかなと思いますいや悪い方であまり考えたくはないのですが基本的にね自分が思ってる通りにはいかないだろうといかないはずだと 踏んで、えー、っと心構えをしておくべきだと、えー、FX では思いますので、そういう悪い方向、悪い方向の分析もしておきます。えー、悪い方向の分析は、えー、今、えー、さっきおっしゃったようにですね、えー、っと大きくね飛び出た、えー、っと山 ユーロドルの値動きのです、ね、山の部分に沿って引いた平行チャンネルそこの値で1.125までこの後上昇する可能性がありますそれですね割とネガティブなことばっかり言っていてもしょうがないので仮にポジティブに進むとしたらどういうものが考えられるだろうかテクニカルとしてどこまでの値動きが考えられるのかという話をしたいと思いますここに引きましてですね 今、えー、現在の値というのはですね、1.1163というのは、えー、先日意識されていたエリアの、えー、レジスタンスになっています。えー、その位置でおおよそ、えー、今回も止まっています。えー、また、つい先日のですね、先週の、えー、月曜日でしたっけね、先週月曜日、10月21日の段階で、えー 出てきた高値ですね10月21日の高値のエリアのレジスタンスにまたは今現在10月31日18時41分時点ではぶつかっております。ここの位置ですね。ここでぶつかっていますので、えー、っとこのレジスタンスラインによって反発するという可能性が私にとっては最も良いシナリオになります。この四角を消しておきますね。 え最も良いえシナリオ通りに動くとしたら、どうなるのことが考えられるかと言いますと、今現在のところからですね、よいしょっとこう下がっていくことが考えられます。た多分下がったとしても1.11で一度止まるのかなとは思います。おそらくこの後、今週残り、今日は下でですね、え、ー 価格が反転することがあった場合には1.11のトレンドライン、平行線ですね、そこまでで止まると考えられます。というような形でですね、本日は少々短めにはなりましたが、ユーロドルの値動きの分析を行いました。やはりトレンドラインとか平行線を引くとですね、 お、えー、およそこの辺りで皆さんが意識しているというのが分かるので非常に便利だなと感じています、はいね、こちらを使ってです、ね、今後もトレードの分析や、えー、情報共有などを行っていきたいなと考えています、えー、それでは本日はここまでとなりますご視聴ありがとうございました